柴犬ルル、ルルの逆襲。ゆっくり開いてるぞ。おいちゃんお好きだ。さっき。いい加減にしてほしいわ。おいちゃんにクレーム言わなくちゃ。仕返ししてやる。今思いついた。おいちゃんお風呂に入ってるから上がってきたら着替えを邪魔してやる。上がってきたな。ルルちゃん吐かして。吐けない。ルルちゃん吐かして。吐けない。ちょっとこっから足が出ないのよね、あんたのせいで。だから噛んでんのよ、ね。ちょっとルル、ルル、もう許して、ルルちゃん。許さない。やった、入った。はい、じゃあ今度こっちだ。はい、おしまい。おうちの着替えおしまい。今日はもうこれくらいにしといてあげるよ。おいちゃんもだいぶこれで懲りただろうからね。今日はおばちゃん映像なかったんで、おばちゃんから伝言です。最近湯船にクラゲが浮いてるってびっくりしたら、それ使い捨てのコンタクトレンズが落ちたのだったんだって。試せる人は試してみてね。バイバーイ。